チャンネル登録をよろしくお願いします。今回は鳥取自動車道西粟倉インター近辺を紹介します。最初に紹介させていただくところは、古民家を改装した手間暇というカフェです。こちらではランチをいただきました。次に紹介する場所は、ユートピア黄金泉です。こちらは川沿いの渓流に露天風呂があります。サウナ風呂や水風呂も楽しめます。今回はこれで終わりの予定でしたが、ランチをいただいたカフェ手間暇のケーキが気になり、3時のおやつに手間暇でケーキをいただくことにしました。最後までご視聴よろしくお願いいたします。カフェ手間暇へは、鳥取自動車道、大原インターで下車し、国道429号線を経由し373号線を鳥取方面へ北上します。373号線を鳥取方面へ北上すると、西粟倉駅の道路標識が出てきます。手間暇へは、西粟倉駅方面へ進みます。ここを右折します。西粟倉駅を過ぎるとあと少しです。手間暇は、高台にあり、駐車場の入り口からは綺麗な景色が見れます。入り口を入ると右側に竹細工のカゴなどがあります。
今日はこちらのワンプレートをいただきます。メニューは手作りで、一品一品のこだわりの内容が書かれています。食事ができるまで古民家の写真をお楽しみください。こちらのカウンターと囲炉裏は店主さんの手作りです。お待たせしました。こちらが本日のワンプレートです。ごちそうさまでした。おいしくいただきました。次は、粟倉温泉の黄金泉に行きます。川沿いの露天風呂と大浴場、サウナ風呂、水風呂があります。メニューの値段もリーズナブルでした。アワクランドに戻りたいと思います。
阿波クランドーラの吉井川の清流がとても綺麗でした。そろそろ、手間暇に戻りケーキをいただきましょう。たくさんのメニューから、私はブレンド旦那とリンゴのタルト、妻は自家製ホットジンジャーをいただきました。どちらも美味しくいただきました。今回の西阿波倉村、古民家カフェ手間暇は楽しんでいただけましたでしょうか。チャンネル登録、グッドサイン、よろしくお願いします。